ウドキアは、ドイツ出身の俳優である。日本語でのクレジット表記は統一されておらず、初期作品では、ウドキア中期以降は、ウドキアま稀に、ウドキールとなっている作品もある。18歳の時に、イギリスに移住、そこで演技のクラスを取ったことがきっかけで1966年に映画デビューを果たす。初期の代表作は、アンディオー・ホールが、 企画制作した日本の一色解禁映画、悪魔の腹渡、処女の生地での博士、吸血鬼役である。1990年代になって大作への出演が続いている、ラース・フォントリアー作品の常連でもある、ラース・フォントリアーとディメンションと名付けられたプロジェクトも行っていた。これは、ウドキアが主演の映画で、1991年から2024年まで、クリスマスの頃に、 ヨーロッパの各地で毎年3分間ずつ撮影し完成させる予定の作品だったが、ラース・フォントリアーが興味を失ったために1997年の文で撮影終了し2010年に公開。テレビを含めると実に150本以上の作品に出演している。ありがとうございます。